ではトコムコモディティフォーカスのコーナーをお送りしてまいります。ゲストをお迎えしています。ゲストはサンワード貿易営業部課長の阿部義文さんです。阿部さん、どうぞよろしくお願いします。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 まあ、株価もですね、今日は反発して、はい、結構地合いが良くなってきたんですけれども、まあ、株価高の影響も受けるんではないかと思われるですね、プラチナについて今日はお話を伺えるということですけど、そもそもプラチナというものは、っていうその辺の話からいただけますか。はい、まあ、プラチナに限らず、まあ、コモディティ全般的にそうですけれども、まあ、物の値段ですから、根本は需要と供給ですね、そういうことですね、はい、物があるかないかで値段は、動いてくると思うんですけれども、まずプラチナの需要サイドから、ちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、一応円グラフが6つ並んでます。そうですね、左上からまず2013年、去年の世界のプラチナ地域別の需要になります、で第1位は中国。中国は 28% を占めている。そうですね、世界1位の輸入国になります、で続いてヨーロッパですね。ヨーロッパでアメリカ、日本、アメリカ、日本、と、まあ、その他新興国ですね、という形で続いてきます。日本が4番目。そうです ね。でまずちょっと第2位のヨーロッパの、一番右上ですね、をちょっと見ていただきたいんですけれども、自動車の触媒需要、用途別で見るとこれですね。そうですね、自動車の触媒が 69%、このブルーの部分ですね。そうですね、7割近くが自動車用の触媒、あのマフラーの部品で排気ガスをクリーンにする装置として使われております、でアメリカに行きますと、これですね、アメリカ、35%、自動車向けが 35%、その他石油精製、医療、バイオ、宝飾品、ガラス製造というふうになります、まあ、ほとんどが工業品ですね、でお隣日本、日本はちょうどヨーロッパとアメリカとの中間あたりですかね。そうですね、自動車用の触媒が 56%、石油精製の比率が少し高くて 29%。 そうですね、これも触媒として使われてるんですね。そうですね、ですからまあ先進国、まあ、ヨーロッパ、アメリカ、日本と見ていきますと、トータル4割前後ぐらいも自動車の触媒として使われている、ということですね、ですからあの自動車が売れてるか売れてないかというのが大きく関わってきます。そうですね、そこら辺が金とプラチナ、白金とのやっぱり需要構造の違いですよね。そうですね、まあ、金はやっぱり宝飾品の価値が高い、で、まあ、リーマンショック以降、まあ、かなり車が売れない状況続いてはいたんですけれども、まあ、このところの、まあ、経済回復によって、まあ、過去4年間、直近4年間でもう新車販売台数は過去最高記録してきていると、毎年毎年最高記録してきているんですね、で、まあ、日本なんかでも来月から、まあ、消費税が上がるということで、まあ、駆け込みの、その、まあ、買い替え需要なんかも起きてきていると、いうことで非常にもう世界的にも消費が増えてきています。で、もう一つポイントは中国なんです。これらの中国ですね。そうですね、まあ、世界第1位のプラチナの最大の輸入国ではあるんですけれども、他先進国と比べると宝飾品需要、これが 79%、 8割は宝飾品。そうなんです。のアクセサリーとか、そうですね、あの結婚指輪、結婚指輪としてプラチナって人気が高いみたいなんですよね。それに、まあ、すごい人口の国ですからね。そうですね、結婚指輪はあの、ね、みんなが新しく買ってもすごい需要になるんでしょう。そうですね、で、肝心の自動車の触媒需要として考えますと、たったの 5% しかないんですね。これなんですね、あの中国は最近自動車の生産が上がってきてますから、本当はもっとあってもいいはずですよね。あのところが、まあ、これ PM2.5 の問題に直結する話になってしまうんですけれども、あの中国国内を走っている自動車の約4割は中国の国産車みたいなんですね。で国内に約1000社ほど自動車の製造をしている会社があるみたいなんですけども、なかなか高価なプラチナを触媒として使うことができない。その規制も緩いから。そうですね、プラチナなんか使ってないです。プラチナ触媒なんか、
それが問題となって、まあ、PM2.5、はいはいはい、もう世界中から今パッシング受けているということでしょうかね、状況にありますけれども、で中国政府としてもやっとこう重い腰を上げてですね、去年のまず2月にトラック、トラック、はい、4月に乗用車、はい、あの排ガス規制、に乗っ取った車じゃないと新車販売できませんよという法律がやっと整ったんですね、ですからこれからは今まだこれ、あの職場移住 5% しかないですけれども、かなり大きな伸びしろが期待できそうなんですね。ということですか、はい、まあ、中国がさらに、プラチナのマーケットで大きな需要家に育っていくと、そういうことですね、あいうことですか。ですから、まあ、世界的にその伸びてくる需要をカバーできるだけの生産、はい、まあ、供給がしっかりあれば問題ないんですけれども、ちょっと次に供給サイドの方、ちょっと見ていただきたいんですけれども、こちらですね、はい、これが、プラチナの主要生産国の円グラフ、ね、ここに左側にあります、はい、これが生産国のグラフですね、はい、全体を100として、これが南アフリカですか。そうですね、7割7割ぐらいぐらいですね、はい、で続いてロシア、ロシアここで2割ぐらいですかね、2割弱ですかね、はい、で北、あ、ジンバブエがその次ですね、はい、北米、そしてその他 3.4 と、はい、南アフリカにほとんど偏ってますね。そうですね、もうですから南アで生産ができてるかできてないか、はい、うん、ここでもう値段決まってくるっていう形ですね、うんうん、でその南アフリカの1995年からのプラチナの生産量の推移が隣のグラフになります、はい、2005年までは順調に生産量を拡大していきましたけれども、 その後がちょっと頭打ちになってきてます、ね、そうですね、ここ数年も頭打ちないしは、その徐々に徐々に生産落ちてきてるかなと、はい、はい、でこれは何でかと言いますと、もともとレアメタル中のレアメタルなんていうふうに言われてますけれども、あの簡単に取れるようなところでの採掘っていうのはもうやり尽くしてしまってるんですね。だんだん掘り尽くしてきて難しくなってきて、はい、そうですね、今もう地下3000メートル、ですから富士山をちょうど逆さまにしたぐらいまで深く深く掘っていかないと、もう生産ができないと、出てこない、はい、でその際には当然空気を送ったりですとか、電気を送ったりですとか、まあ、人件費だったりですとか、コストもかかると、いうことでなかなか思うように生産ができないと、いうのがここ数年慢性的に続いている傾向があるんですね、はい、ですから、まあ、そうするとこれあんまりこの先こう戻らないですね、生産量、そうですね、きっとね、はい、うん、まあ、新しくどこかでその鉱山が開発されるとかってことでもない限りは、はい、そうですね、ですから需要が増える中で生産がなかなかもう追いつかないということで、はい、あの、まあ、今年はあの14年ぶりの供給不足、うん、3年連続の供給不足、しかもそれが14年ぶりの供給不足になるという元々の見通しは去年の秋口ぐらいからもう出てたんですね、うん、はい、そうですか、うん、まあ、それで、需要は拡大、さらに拡大する方向にあって、はいはい、生産国の生産量は頭打ち、はい、まあ、この12年とか見るとこうかなり減ってきてますもんね。そうですね、ですから需要超過になる、ね、ということですか。ですから、まあ、こういう状況の中で、はい、例えばその電力障害で生産が止まってしまったりですとか、うんうん、ストライキが起きて生産が止まってしまうようなことがあると、うん、はい、かなり大きなインパクト、大きな値上がりにつながると、需給関係がタイトなところですから、はい、それがインパクトを与えるということですか。そうですね、で実際に過去の値動きを見ていただきますと、はい、こちらがあの2006年からの週足になります、うん、はい、ちょうど2008年時、これが8年ですね、この時ですね、はい、この時あの南アフリカの電力不足の影響で5日間操業が止まったんですね、うん、ああそうですか。で 6.8 トンの供給不足ということで2500円高騰します、うん、でここ最近ですと2012年、うん、南アフリカ鉱山会社のストライキ、一昨年ですね、一昨年ですね、この時はあの世界第3位のロンミンという会社が単独のストライキを行ったんですけども、うん、11.7 トンの供給不足で1800円高騰してるんですね。おで今年なんですけれども、はい、今まさに1月の23日から、うん、南アフリカの鉱山会社、これ大手3社、3社、はい、あそうなんですか、世界1位2位3位の会社が合同でストライキを今まさに継続中なんですね。おお、そうですか、はい、
で鉱山会社も2ヶ月分の在庫の蓄えはあるって話だったんですけれども、うんうん、ちょうどあの今日あたりで丸2ヶ月経過ということで、うんうんうん、もう在庫も底をつく時期に入ってきてるんですね。あ、そうですか、はい、確かにチャート見ると下根を切り上げてきていて、まあ、三角持ち合い、下根切り上げ型の三角持ち合いなんですね、はい、で去年3月7日に5300円つけてから、はい、なかなか5000の壁が厚いというかですね、うん、突破しきれてなかったんですけれども、うん、今回もしかしたらあっさり抜いてきてもおかしくないかなと。ああそうですか、はい、これはなんか、ね、上っ端で前夜みたいな、そうですね、もう近いんじゃないかなと。あ、そうですか、はい、幅はどのぐらいの幅が出ますか。今が4700円後半ぐらいで動いてますので、はい、まあ、5300円まで狙えれば、まあ、とりあえず5300円。そうですね、新しい波動に入ってきませんか。抜けてきたらさらに大きな動きも狙える。まあ、ロシア、ウクライナの問題なんかも今やってますので、ロシアが第2位の生産国ですから。あ、そうですね、はい、ロシアもさっき名前出てましたもんね、はい、まあ、長に続いてロシアも、うん、あの供給を途絶えるようなことがあればですね、うん、かなり大きな動きも狙えるかなと、はい、まあ、相場的には極めて面白い段階に入ってきているそうです、ね、ということでしょうかね、はい、まあ、でもこれどうでしょうかね。私たちは株式市場の人から見ると、はい、株価的にはどういう影響が出てくるかですけどね。そうですね、まあ、プラチナ価格上がってくれば今度、まあ、自動車生産会社としても高いプラチナを買ってくるですよ、ね、ってやるわけですから、ね、まあ、コストアップにつながっていくということでしょうかね、はい、まあ、風雲急を過ぎつつあるということですかね、はい、分かりました、はい、ありがとうございました。エトコムコモディティフォーカスのコーナー、サンワード貿易営業部課長の阿部義文さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。